え、でもその23個降り立つと次も次もじゃんけんつないでいかんで、はちゃいいだけだよ。はい、俺もう降りたところパー出すから、うん、ここ、あ、こっから俺パーしか出さんから、はい、うん、3連続パーでいくから、はい、うん。向こうの人から見たら日本人なんでマスクしてんのだもんね。違う違う違う、で今の日本のやつを見とって、ほらマスク意味ねえじゃん、うん、あ、今日本人がやることの逆をやっとけば、うん、正しい方向に行けるって、それが世界の常識ないって言ったからね。日本人がこういう絶対これやらん方がいいって、もう逆進マスク慣れちゃったからもう、うん、多分これね、あ、もうね日本はダメダメだよね、うん、うちまだ2、3年ぐらいはしてると思う。いや、あ、もう日本は無理だと思うこれは2019年の段階で古い放送で残ってるかな、多分残してあると思うけど、うちも動画でチラッと言ったことがある、多分緑の方 あの政治チャンネルの方で言ってると思うんだけど、2年なんて、うん、標準化されるまでの年数ってリミットは2年なんです、うん、だからコロナ禍になりましたって言って、はい、2年以内に元の暮らしに戻しましょうって言って戻したところは元に戻る、はいはい、ところが2年以上その対策状態でやってしまう、エマージェンシーの状態でやってしまうと、エマージェンシーの状態が日常化してしまう、スタンダライズって言うんだけど、うん、よくさ PDCA サイクルとかって聞いたことない？あるね、うん、工場の工程管理とかじゃないけど、あれでいうところの PDCA じゃなくて SDCA っていう考え方もあって、いわゆるスタンダライズ、ドゥ、チェックアウトっていう、いや、プランでまず試してみてこうやってみましょうっていうので、そこからじゃあこれを当たり前の行動にしましょうねっていうのが SDCA なんやけど、で当たり前の行動にして問題が起こるかなっていうのをチェックしながら普段の作業をやっていくっていう考え方だけど、それ言うともう日本2年の間に SDCA のサイクルに入ってしまってるもんで、今から元に戻すっていうのは元に戻すじゃなくて古いやり方に変更するになっちゃう。そうするとそこでまた PDCA サイクルをやって、さあ戻せるのかっていうことをやらないといけないっていう風になるんだけど、それのリミットって言われとったのは2年だ。うん、だから、2021年前に海外はみんなマスク外したい。うん、その日本だけが言ってる話じゃなくて、結構海外のちゃんとしたところが言ってる話らしくて、だから海外2年以内に元に戻したしろ。ヨーロッパなんて。うん、もうね、早かったね。うん、2年以上やったら、その状態が当たり前になってしまって、どうにもなくなってしまうもんで、っていうのがあったもんで、2年以内、対策、緊急対策が2年以内って言って、今もスタンダライズで元通りの方に緊急のやつを回収して戻すっていうのを2年以内にやった。これ2021年の冬までにやった。日本だけ2022年になってもそのままやってるから、もうこれがスタンダライズになっちゃってるから、もう無理だ。正直言ってもう手遅れですっていう状態だっていう見方はある。そうか、日本だけなんよ。実は中国も今その緊急事態宣言とかってやっとるやん。あそこもやってたやんって思うかもしれんけど、戻してまた引っ込めて、戻してまた引っ込めての繰り返しやん、あそこの場合は。で戻した時にすっくり元に戻っとるから、中国は、うん、あっという間にベリーンやん、ベリーンバーンやん、中国人はしないだろうねっていうのは分かる、うん、で一回それでもうバーンってなったんで、はいもう一回しようって言って、またギャギャギャってなっとるっていう状態やから、若い子、本当にマスク外せないっていう子が出ちゃって、でも自分もそうです、うん、外せないの理由が、
次元が、もう本当に、あの、今の、あの、だから、今小学校、中学年ぐらいの子とかは、物心ついた時にはもう、とにかくマスクをしなさいだったから、あの、だから、なんて言ったらいいの？あの、人と会う時にサングラスを外しなさいとかさ、そういうような感じのレベルまで来てる。マスクを外して会う人に会うことがダメみたいな。なんかもう、ありで、あの下着というかパンツみたいな感じになってるんですけど。だもんで、今うちが注目してるのは、このあと5年後ぐらい、ユースの人、子たちの国際的な競争力がどうなってるのか。もともとユースって日本人は弱いって言われてるのよ。まあ、これ仕方なくて、特に男子の場合ないけど、13歳、14歳っていうと、白人の人子っていうのは骨格はもう出来上がって大きくなってるんだけど、日本人って基本的にまだそこで成長途上なもんで、骨格差があるもんで、体格差が圧倒的にあるもんで、どうやっても勝てんっていう。だから、もともとクリーではあるんだけど、そこの、ここの世代の子たちが、本当に国際的に全く戦えなくなってる恐れがある。というと、マスクの。だから、マスク運動とかの慣習化のせいで、基礎体力落ちてて、はいはいはい、これが統計的に見れるのどこかって言ったら、そういった国際的なユース大会とかそういうようなところで、どれぐらい日本が競争力維持できてるかっていう、を見たときに、すごく危ないと思う。あ、まあ、これはマスク、プラス、経済面もあるもんで、経済的に、ある程度裕福でないと、そういった活動に、これも出せないやん。ってなると、出せる子供が減ると、当然、分母が減ると、ね、トップに来れる競争率とかも下がっちゃうもんで、いわゆる、クオリティの、全体的なクオリティバランス、が下がってしまう、っていうのが見え始めるのは5年後とかなんよ。まあ、ほいで、まあ、コロナが起こってすぐのところから換算したら、まあ、もうあと3年ぐらいでから出てくるのかなというふうなもう見えるけど、まあ、あれだよな、あとコミュニケーションが絶対劣れるよね。あのコミュニケーション力というかな、コミュニケーション力で言うと、逆に言うとこれ日本人がマスクを続けられる理由でもあって、海外の人が続けられない理由でもあるんやけど、英語でいいわ、はい。英語をマスクつけたまんまでやろうとすると無理なの。あ、そうなんだ。無理。やっぱ口元で伝わる感じですかね、英語で。そう。だから、海外、よく日本人は目と目を見て会話をしましょうって言うけど、海外の場合は、口元を見ながら会話をするっていうぐらい。発音もちょっとわかんねえなって、口の動きを見て、あ、今これ言ってるなっていうので判断するっていうぐらいね。それが口の動き方が激しいやん。日本語って一番動かさんのよ、口を。基本的には寒い言語って動かしさんで伝えるようにするっていう傾向があるらしいけど、日本語ってやたらその寒い言語よりではあって、先進国の中で一番母音が少ない。はい、簡単に言うと。あ、いうえおって終わりや。海外違う。あのとかあったら、え、まであるわけや。英語やったら、とかはあんまり使わんけど、本当にアイウェイをが、アイウェイをだけで終わるのってすごく珍しいのね、実は。世界中を探すと、一番少ないところで母音が3つってところがあるんかな、もうどっかの本当に、あの、少数民族の使われとる言語みたいなところで、あ、え、おしかないやったけど、あ、いおしかないっていう。口を大きく開く、横に開く、すぼめるしかない。うとおが一緒になっちゃう。だから、日本語で言うと。ってのはあるんやけど、こんだけないのは本当になくて、だから逆に言うとマスクしとったって伝わっちゃう。だからあの、いわゆるボソボソ声で喋る。
っていうのができるっていうのはその日本語の特有なよ、うんうん、ボソボソでもあの音だけで判別できるような、うん、あだって赤サタの浜やらはにあいうえをくっつけとるだけやから、うんうん、だからその同音異義語がすっげえ多い、うんうん、っていう言語学的な特徴はあって、うんうん、だから海外アメリカ英語とかやったらね、ラーとラーとかあったりするけど、うんうん、そのあたりとかでも結構その口の動きを見て、うん、いるんだよな、うん、だからマスク取る、うんうん、あとあの音が発音する系、うん、ねこれね英語だとパッと出てこない、ねあっちだと出てくる韓国語にもあるんだけど、うん、韓国語も母音って実はこんだけじゃないよ、うん、韓国語の場合やったらあーやーおーよーおーよーうーゆーうーいーかっていうふうにあって何個あった今、あーやーがまあ二重母音だから、うん、あーとあーやーおーおーやろおーよーおーよーやろでうーゆーうーがあってうーがあってうーいーにそれに、まあ一応二重母音って扱いで、絵があったりとか。絵が二種類一応あるんやけど、これはもう、音はもう一緒なもんで、ね、正直わからん。レベル。うん。やったっけな。あの音で出そうとする、おーの音で出そうとする、とかがあったりするんやけど。うん。っていう感じで、まあ、8つぐらいやのか。うん。で、これに、カラカラマンバサ、アガチャっていうのをつけるんやけど。ただ、韓国語も、カーとカーって分けるんよ、一応。うん。これがね、すごく説明が難しいけどな。うん。日本語の漢字で、漢字にしたときに、カガとかあるやん。あの、続けて読むときに、ガーにする音になるときと、ササーみたいな感じで、あの、二つ目に来ても、音変わらん、濁らないやつってあるやん。濁点がつかないやつ。うん。の、二つ目に来ても濁点がつかないやつっていうのが、韓国語では、激音って言って、カっていう。カっていう。カとカを分ける。もう一つ言うと、速音系っていうのがあって、お次信号あるね。ちょっとじゃんけんするか、はいはい、パー。じゃんけんするか、パー。よーし、いくよ。はい。最初はグー、じゃんけん、パー。おー、勝った、勝った、勝った。はい、いやいやいや、よかった、よかった。